こんにちは。こんにちは。では、実況を始めていきましょう。前回は、民を叩いて、ここら辺をゲットしたとこですね。過剰拡大。まあ、今、中核化作業してますからね。アイディア。今はいいかな。技術は、30ですね。はい。ホロゴン。まあ。殿、こんにちは。こんにちは。94年に、あと4年か。オスマンの停戦が切れるのは4年後と。いうことですね。はい。じゃあ。独占で出しますか。大丈夫かな？みんな借金してないかな？借金してないかな？ん？ん？伊達さんしてますね。返してあげますよ。ショック。賢秀さんはしてない、してない。ルワンダ。あれ？ルワンダ作ったっけ？すっかり忘れてたけど。やったー、棒引きだ。棒引きですよ。マイニラ。こんにちは。こんにちは。マラッカマル、マムルーク。地上変換？ああ。マカサル、モーリ、モーリ、モーリ。大変だったな。大変だったな。殴られてたもんな。ウリアート、ウクワン、ウガンダ。フックス、ハイダ、ハイダ、ハイダさんも。はぁ、返してあげますよ。今川。はい。デルテナ。はい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 。ここは、大丈夫だな。お、コリマさん。ほい。ケダさん。グリーさん。ジェスさん。ああ、大丈夫。カイオは、大丈夫。よいしょ。班も増えましたね。カムチャダール。セウス。ん？はい。はい。アラスカ。大丈夫。はい、エツ。はい。セイ、はい。結構してるな。よし、ジョウソカベ。こんにちは。こんにちは。大地さん。国家じゃなくて市町村レベルでしょうからね。そうですね。19。順。はい。はい。皆さん返しましたよ。次の戦も頑張ってね。ということで時間進めましょう。あ、参勤交代ね。今は実施してないけどね。まあ、いずれね。時が来たらまたやるかもしれません。はい。そういえば、階級は、はい。はい。
最近全然階級に土地を上げてないもんで。まあ、いいか。軽くいただいておきましょう。武藤、はい。ロシア、はい。移動。はい。あ、ここね。ここね。技術進めましょう。技術ね。よっ。皆殺しにしといて、技術はですね、ちょっと先行しすぎなんで、このまま行きます。高氏みたいに乱発するよりいいかも。よしかなぁ。財政は？はい。傭兵をやめて。おう、オスマンと戦争中、トリムセン、どうぞ。叩かれまくってるな。ああ、やってるやってる。あ、通さねえ方が良かったかな。ここら辺、トリムセンに取られると嫌だな。まあいいか。傭兵を、しようかなぁ。傭兵切り離して7000削除。はい。ここら辺で、正式採用しましょう。4、5、6、7、8、9、10。はい。こんにちは。こんにちは。ちょっとずつ改革を進めていきましょう。あ、そうだそうだ。これか。歌舞伎公演、芸術家の顧問。芸術家の顧問。いるじゃん。ほい。はい、達成。顧問 15% マイナス。あ、これもいける。花見への戦望。はぁ、年間正当性プラス1。まあ、いらねえような気もするが、まあ、いいでしょう。はい。忍びを強化。日程調。日程調。日程調。惜しい！惜しいなぁ。トラスさんが出たら、ミッション達成ですね。お船も作ろうか。お船も作ろう。船、お船。ソメイヨシノの植樹祭かな。そうですね。で、まだこの時代にはないんじゃないの？あ、もう出てるのかな。世界に広げよう、ソメイヨシノのは。
植えまくっちゃいますよ、桜を。あとは、輸送船を。あれ。はい。足利帝国の全盛期になりそう。そうですね。黄金時代は終わったんですけどね。マサイ。41ヶ月。とりあえず送っといて、マサイ。ここか。あ、ちょっとお待ちを。安倍ちゃんも羨んでそう。ワンワン。よいしょ、失礼しましたー。では再開。ここは寺がないんだね。まあいいや。佐川じゃなかったの？佐川じゃなかったよ。町内会でした。船を作ってましたね。足利が崩壊したら世界の皆がソメイヨシノは外来種として排除されそうダブル。とても先人が敏感に反応しそうだなダブル。すごいね。戦犯機だとか言いそうなね。ここは見落としそうだな。こんだけにしとこうか。松も駆逐されるからね。やばいですよね。どうなっちゃうんですかね。いろいろとやばすぎて怖いですよ。何も考えずに船作ってるけど、いいのかな。まあいいか。はい、時間進めましょう。戦犯旗って最近言い出したいちゃもんだよな。ああ、そうですね。全然言ってなかったのにね。もう最近じゃあれ、もう昔から言われてるぐらいの勢いで言ってるよね。何？唐辛子も日本からなのになぜか排除されない。あは。いいんじゃね？はい。まあ、しょうがないね。ああやって生きていくしかないんでしょうね。よいしょ。家畜か。もう重要なとこには建てまくったかな。お茶。領地拡大のペナルティはないの？ペナルティというと、何でしょう。ズワイガニが朝鮮人にごちゃごちゃ言われてかわいそうだな。ああ。室町時代が長い。長いですよ。終わんないですよ、室町は。
はい。あ、わかんなくなっちゃったか。どうしよっかな。はい。新しい期間。前回の放送の最後に見た数値。前回の放送の最後？過剰拡大？ではなく、何でしょう？ん？列強？でもなく、何の話でしょう？200か。過剰拡大。過剰拡大。ああ、過剰拡大ね。今進めてますよ。中核化を。足利が列強1位とは強い。強いですね。世界1ですよ。でも、うどんさんの放送でも、ビザンツ1位になってましたね。すごいね。終わった。ちょっと待ってね、君たち。あれ、君たち、ここへ集合。マークついちゃってるな。こっち。よし。ここは、供給限界39。ギリだな。こっちは43。じゃあ、ここまで行ってもらおう。よし。おうおう、やってる。っていうか、はぁー、見つかってしまった。ん？見つかったよね。まあいいや。覗き見しましょう。政府へ侵入。オッケー。おほう、やってますね。あれ、取り返しに来てる。あ、モロッコか、これ。今はどこと戦ってんだ？あれ？また。あ、ジャガ隊戦ってるじゃん。あ、これか。フランスか。今度はフランスが殴りに来たんだ。オスマンボロボロやな。ビクトリアだと欧州のサンドバッグだったオスマン。これ参戦した方がいいかな。対ロシア戦に参戦するのもありかな。イタリアか。イタリアとせっかく仲良くなったのにな。あ、他の国に仕掛ければいいのか。マーワラ・アンナフルに仕掛ければいいのかしら。ロシア・ベンガル。ここはついてこないよね。あ、デカンとアバさんがついてきてくれる。これ意外とありなのでは？このまま行くと、負けますよね、きっと。ジャガ隊が。それは私の望むところではないな。
うん、ロシア勝ちそうですね。対露戦参戦したら何百年早い日露戦争になりそう。そうですね。でもこれは戦うべきなんではないか？今どうなってるんだ？ん？ちょっと待ってくださいね。戦争目的は？マーワラーのノガイ帝国。ノガイ、ノガイ、ノガイ。ちょっと遠いクリミア戦争かな。ノガイ。ノガイ。ああ、ここか。はい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 。日露戦争大丈夫かいな？ノガイか。邪馬台の領土がちょっと削られるぐらいで終わるのかな？それならそれでもいいけどな。98キロ。今どうでしたっけ？人的ゼロ。行くべき？行くべき？あ、でもな、反乱も控えてるからな。やめときましょう。やめとこう。悩んどいて、やめちゃうのかって感じだけど。やめとこう。こんにちは、ロシアさんカツカツじゃない。ルワンダ。はぁ、あ。革命派。はぁ、あ。ロシアのなんかが半世紀以上早まったのかな。そうですね。早いですね。今は、よ。3カ所でやってんのか？こっちは公開かエーゲ海で戦争なんだよ。ああ。反乱は鎮圧しなきゃ。じゃあ、カイロに行こうか。よ。ここみんなが通ってくんで、削れちゃうな、兵が。ここに行こう。で、これもそうか。よいしょ。これもそうか。カイド。これもカイド。もうすぐ上限になっちゃうな。ちょっと待ってくださいね。今度は電話がかかってきてる。ルートは一本しかないからね、人的の掃除機、わら。殿もいろいろとお忙しいですな、わら。はい。はい。オスマン様と領土が。はい。はい。そうですね。大丈夫だと思います。はい。あ、わかりました。また、なんか、手が悪くなったら電話ありますね。はい、はい。聞こえてるよ、バラ。フラグ多いな。
イク切らないと丸聞こえですね。わら。わあ、失礼しました。よいしょ。殿、いけませぬぞ。やばかった?殿は返事がハキハキして交換ですな。ありがとうございます。じゃ、何やってたっけ?移動してたんだっけ?はい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 。彼女さんとのラブラブ電話が丸聞こえでした。わあ、やばいな、バレちゃったか。よ。よ。ここへと。反乱鎮圧。あ、反乱?反乱起きてました?モーガン、どうぞ。反乱?ああ、反乱ね、反乱ね、反乱ね。ここの反乱ね。はい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 。いますよ。で、こっちはまだ反乱起きてないよね。大丈夫。過剰拡大ですね。ちょっと待ってくださいね。まだ、中核も終わってないでしょう。モガウンとミンがやり合ってる。うん。もうちょっとで終わるんじゃないですか?ここ、家畜ですか。京都なぁ。もうちょっとだな。家畜ってコテは人が生産されてるんだ。そうなんですよ。奴隷禁止に署名したら家畜になったっていうかね。戦争かよ。中華皇帝モガウン爆弾。誰が中華帝国を引き継ぐんでしょうかね。あれ?ちょっと?なんで民になっちゃったの?ここ。おいおい、おいおい。ひどくない?君たち。うちは揉めして民に土地を返すってどういうこと?ひどくねえすか?こいつら。ちょっと。えつ。ひでえな、お前。民に土地を返させるって。民はどうでしたっけ?うわぁ。潰しましょう。ひどい。制裁ですな。なんてことをしてくれたんだ。笑い、内戦しすぎ。いや、内戦すんのはいいんですよ。制裁ですね、笑。内戦するのはいいんだけどさ。中核化できないから返還選ぶときある、笑。ひどいな、お前。えつ、お前だよ、お前。えつえつ。土地を返してもらったらいいんじゃろ。えつえつ。えつえつ。えつ、お前。切腹させたいけどできなかった。ひどいなぁ。ちょっとせっかく取ったのに、ま、しかもレベル8だぞ、ここの要塞。落とすの大変じゃんか。めんどくさいな
なんてことをしてくれたんだ。ひどい。ちょっと一番のショックだね、これは。殿、お仕事用意しときましたよ、てへ。ひどい。こいつら。なんてことをしてくれたんだ。どうしてくれよう。殿、ちょっとマイクが近いかも。あ、本当っすか。よいしょ。やっぱりこの方がいいのかな。はい。はい。OK。ショックだわ。漢民族の大名だからね。ひどいわ。っていうか、あれ？足利の属国だとお互い戦争できるからこういうことも起きちゃうんか、辛いな。辛いですね。え？はい？今日発注なる初犯に鉄拳制裁ですか？いや、不中でもないんだよな。ビンタン。マイクオッケーです。ありがとうございます。ビンタン。ビンタン？ここですか？はぁ、あ。はぁ、あ、すごいところで。間に合うかな。じゃあ、どうしようかな。一軍を向かわせようか。こっちの方がいいか。これを。こっちが砲張り飛ばして目を覚ましてやる。こうして、これを。ここへ持ってって、はい。はい。乗っかって、よいしょ。ここへ行ってください。はい。非常識な価格。あかんあかん。あかんあかん。やっぱり足利は王だわ。はい。我々はそこにあるパンの代金を支払いし、分配しなければならない。そうだね。そうだね。民のために。金は払いましょう。はい。商人さん、儲かったそうですね。儲かったそうですね。代金回収させていただきますよ。はい。お菓子を渡そう。オッケー。ん？結局儲かったんじゃないか、この取引。まあいいや。まあいいや。次は？お、できてる、できてる。できてる、できてる。よいしょ。大型艦。商人は境から出発しようね。よ。あ、この船入っちゃうな。よ。はい。うん。そうでしょうね。
ましょう。これで、よいしょ。よいしょ。お、来るっていうのかい？来るっていうのかい？そっちから来てくれるのかい？来たー！壊滅。じゃあ、じゃあ遠慮なく。はい。鎮圧に向かってもらいましょう。で、船は、ここにしようかな。あ、これ違うわ。輸送船じゃん。こっちへつけようかな。輸送船は。ちょっとまとめてくださいよ。よいしょ。何隻だ？39、もうちょっと。ジョホールバルの奇跡ならず。ならずならず。ここは？よいしょ。94隻。多すぎ多すぎ。多すぎ多すぎ。こんなもんかな。16、こっちは、間違えたかな。こっちは、違う。30席ぐらいかな。すんごいどんぶりになるよね、後半ね。ここへ向かってもらいましょう。はい。あ、停戦が終わった。終わりましたね。終わったはいいけど。君を犯にしたい。終わったはいいけど。すごいな。すごくないですか？まだ戦争中？ああ、戦争中ですか。戦争中ならそんなに急ぐことはないか。106キロが歩いてるんだよ。びっくりだよ。てか、ここにも93とかいるし。ん？多くね？54とかいるし。多くないですか？うまく言えなくなったところでオスマンの通行権を取り消そう。オスマンには通行権渡してないんですけどね。トレムセンに渡しちゃったもんだな。後半になると100キロ超えを見てもあまり驚かない。驚かないけどあんまぶつかりたくないですよね。ちょっと前からかき集めてたしね。ですよね。その分、でもこっちが手薄なんですね。まあ。この分を送っとくか。ましょう。これは、輸送船はこちらへ。よし、輸送船はこっち。
まだかなぁ、まだかなぁ。移動中、はい。これは占領中、はい。これ。これは何をしてるんですか？はい。まだ余裕あるね。はい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 。取り返したね。じゃあ、これで、まとめて、はい。50、はい。まとめて、よし、乗っけて、ゴールが見えてきましたが、主様の今後の政策方針を聞かせください、ベコ。もう、あれですよね。あと30年だもんな。もう一戦や、オスマンとやるんだろうか。やるんだろうな。やってるうちに終わりそうですね。ここら辺を、マムルークに返してあげたいな。あ、溢れた。アイディア。民を属国にしてほしい、わら。民ねー、ちょっとねー、属国は無理かな、次。5年か。1805年ですもん。ラストバトルですね。これでよしと。んで。残りが大きすぎるね。外交、110か。ちょっとまだでかいですよね。属国にするには。モーガンがどれだけ取ってくれ、え？なんか占領されてない？あなた。大丈夫なのかな？はい。そういえば、野外さん、ボロボロになっちゃって、まあ。オスマンとスエズの戦いかな？そうですね。ここはあんま戦いたくないですよね。ちょっと、トルコが遠くに行ってから考えましょうか。まだいるのか。ちょっとね、さすがにこんな大軍は相手にしたくないですね。はい。それまでいいよ。はい。モロッコ、どうぞ。どうぞ。あれ？また溢れた？ちょっと待ってね。統治50、はい。外交か。地理的にも不利だしね。外交どうしよう、外交。外交。使い道が。ポイントでいいか。ここ。はい。
交易品で美味しそうなところ。行きましょう。交易品で美味しそうなところ。美味しそうなところ。美味しそうなところ。殿の側近にあすけって黒人がいてもおかしくないロード。ああ、そうですね。よし、こんなもんで。で、着いたね。さあ、着きましたよ。あら。はい。あ。はい。今、助けに行くぞー。で、この軍はこっちでしょう。問いましょう。あ、到着前に終わってしまった。よし。どうかな。お、トルコ負けてる。ざま。フランスが来たね。おー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 、フランスが退去してオスマン領になだれ込んでる。今がチャンスなのでは？はい、チャガタイと結婚。はい。今がチャンスなのでは？あれ？ブリカスがついてくる？ちょっとちょっと？ハイエナチャンスかな？ちょっとちょっと？ちょっとちょっと？ブリカスがついてきますよ。ちょっと待ってくださいね。最後に世界が攻めてきた。こっち、これアフリカ大戦争になりますけど。おーおーおお、これ世界大戦レベルになるな。ブリカスのくせにオスマンと組むなよ。いや、オスマンじゃなくてこの、何でしたっけ。マリンディと組んだんですね。マリンディと組んだ。マーラーさんだとどうなる？マーラーさんか。なるほど。ん？マーラーさん、マーラーさん。ロシアですね。どこと組んだっけ、あと。デリー、シンドはどこと組んだっけ。デカン、あ、デカンか。デカンは味方だもんな。これはありか？ないみたいですね。ないみたいですね。あとどこだ？マシン。マシナ？マシナ。わけがわからない。複雑回帰だね。同盟模様が。
直接ならデカンさんが来てくれる。イタリアは戦争中だもんね。トレム戦だと？トレム戦、トレム戦、トレム戦だと、フランス、オーストリア。世界が広がると複雑すぎる。わっけわかんないっすよね。まあフランスは許そう、わら。これはシンプルに、行った方がいいのかな。マリンディでしょ、デイリーでしょ。デカンはなんで震度ダメ？ん？デカンはなんで震度ダメ？あ、デカンと震度が同盟中ですよね。デカンと同盟中。はい。だから向こう行っちゃうんだよね。デカンがね。それはちょっと望むとこではないので、それは望むところではないので、ごめんデリーでした。あ、デリーですね。デリーは、敵側に自ページがありますよ。停戦中だそうです。デカンの同盟切れちゃうか。承諾はデカンを不安定化させる。これはすごいことになる。デリーでしょ。デリーでしょ。シンドでしょ。マリンティはそこで、マシナが、ここだっけか。まあ、戦争は無理にしなくても逃げ切れる雰囲気だからいいんだけどさ。無理にやらなくてもねーって感じはしますね。金持ち喧嘩せずっていうのは、将棋だけの話じゃないですよね。やるか？まあ、戦うならでも今がチャンスのような気もしますね。金持ちは喧嘩好きだからな。うどんさんもすごいよね。あれはすごい戦いだよね。ポルトガル、フランスが。やるか。やっちまうか。見るか。直で叩くとモロッコがついてこないだけでもマシじゃなかろうか。いい茶がたい。茶がたいはちょっとその借金は僕でも返せないな。
もうちょっと待つか。もうちょっと待ちますか。ここの反乱祭りも、もうちょっとでしょ ?4350、わら。すごい借金してるなぁ。どうしようかなぁ。はい。あれ?そこ終わった?はい。そこ終わったようです。反乱。あ、今船作ってんだね。反乱。あれ?もう反乱ないの?ないのか。ないのか。ないなら行っちゃうかな。でもちょっとな。茶畑屋さん借金多すぎだよな。悩ましいな。アフリカに植民地持ってるんだ。え?そうなんですか?え?金の切れ目が縁の切れ目。ここは我慢。持ってるの?あ、ここら辺そうなの?もしかして。え?違うじゃん。どこに持って、あ、ここ、ここら辺が植民地ってか?言うのかしら?ベルベル。ベルベル、ここら辺?ベルベルってここら辺でしたっけ?ベルベラ。ん?ベルベラ。ベルベラ。ザンジバルの解放は?ザンジバルは、ワルド。ああ、ここら辺オスマンの植民地なんだ。へえ。へえ。そうなんですか。とねえ、さすがに4350の借金は、ねえ。イタリアは別の戦争に参加中で、停戦中だから来ないか。これで行きますか。よし、行こう。直接行こう。で、1日待って。
はい。参戦国は震度デリー。はい。予定通りですね。こっちもデカンは入ってくれたね。はい。じゃあこれで行こう。これでデカンと震度が手切れですか？そうですね。そうなりますかね。戦争中なんですね。はい。あと、マシナも入るんだよな。まあ、いいか。次考えよう。将軍。あと叩けーの？震度と、手切れですね。してますね。はい。キャー。さすがに、無理か。一個潰してっか。まだか？皇族はまだ到着しないのか？来たー。はい。ここなら自力でなんとかできるでしょう。できるでしょう。で、終わりましたかね。軍事ポイント余ってるけど別にいいか。あ、ここ要塞ありましたね、そういえば。しっかり忘れてましたが。
と、マムルークさんがもうやってる。はい。次。行こう。おぉ。じゃあ、こっち行こうかなぁ。そうか、ここか。台本20。艦隊がうろうろしてますが、こっちのこれをちょっと戻そう。ご飯が足りないの？何気に。はい。おっと？渡れなくなっちゃうか。じゃあ、ちょっと、もう一度。はい。ガザ行きましょう。さんがいますね、ここに。浮上させましょう。どこまで行ったかな？ガンガン行ってるな。
これを、シャレ。ランス軍はまだ攻めてるね。いるなぁ。いるなぁ、結構いるなぁ。一石沈んじゃった。結構傷んでるか。まあいいか。トルコ主力が北上しているならアフリカはチャンスかも。そうですね。ちょっと君たち、どうしてるのかな。さすがに大国。どこ行っちゃうのかな。まあ、リンディさんどこまで行っちゃうのかなぁ。境がわかんないな。待って。はい。これだね。これを。はい。移動中ですね。はい。で、上だな。これをまとめる。はい。なーんかな。で、これは出待ちしてるんだよな。で、ついたかな？もうちょっとかな？あ、ついてるね。乗っけて、ここ行きましょう。あれ？ここ属下か。試薬。どこへ向かってる？北へ向かってるな。ちょっとかな。一個一個剥がしていく感じで。
ましょう。はい。殿、出かけてくるのでエルサレムを破壊しておいてください。わかりました。どこだ？あ、ここか。はい。道中であります。うん。これはどこへ向かう？あー、うさ、ここか。こんにちは。こんにちは。将軍、将軍、将軍枠は？一人空いてる。雇いましょう。来い。まあ、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 いいでしょう。サボってるのは？これはどこへ向かう？ハラール。こんにちは、アシカが頑張れ。ありがとうございます。ベルベラ、はい。エルサレムが落ちた。こっちはヤッパに来てるぞ。将軍ガチャの率が最近悪い。そうですね。ヤッパに来る。地形、乾燥地帯か。地形効果は得られそうもないな。ちょっと注目ですね、ここはね。こっちも移動中か。ヤンプ早いな、意外と足が速くそうですね。ちょっとまずいことになるかもしれない。合わせて100超えか。ギリの戦いですね。クリスマスソングですか。粋なことしますね。どこへ向かってる？ガザ。ガザか。放棄するか。一回放棄するか。マムさんが雷の杖みたいな形になった。まとめとくか。
これはハラール。ハラールか。どうしようかなぁ。めんどくさいなぁ。いや、行くのか。はい。よし。将軍は、小寺さん。コデラさん。コデラさん。割り当てできない。キルアか。マリか。よし。姫路から来たのかな、小寺さん。ねえ。そうかもしれません。強行にして。よし。ガザで捕まえましょう。よし、ザンジバルの海戦は勝利ですね。12月からクリスマスソングなんですかね。そうですね。ゲームなのに。まあまあ。よし、壊滅。オッケー。じゃあもう一度やり直し、よいしょ、やり直し、気持ちいい、気持ちいい、今日は走って、これはこっちかな、あとこの62がどうするかだな。よし、で、あとは、このマリンディが、どう動くか。タワロ。どうしよっかな。もう鍵ついちゃってるから追いつけないかな。よし。あ、できてる、できてる。よいしょ。とまとめて。これは移動中だな。で、陸軍、陸軍。あ、できてる、できてる。よ。ここは気をつけないとね。
お？あれ？来るね。来るね。上から51キロ。来てますね。来てますね。下からも62がいるんですね。アルーラー。ちょっと嫌な感じですね。と注視してないとまずい感じですね。歩いてるんだな。と怖いですね。オスマンは人敵がきついのでは、前回みたいに兵が湧かない、うん、そうですね。傭兵しか雇えないんじゃないですかね、今。一個一個。今はオガテ。あー、やばい。こっちを見逃した。強行軍間に合うかな。それが早いんですか。まあいいけど、これはあるが、ちょっはい、ちょっと怖いですね。これはでも上に向かってるのかな？下か。来るか？来るかな？いやー、嫌なところでぶつかったけど、大丈夫かなー。はい。鍵がついたらだな。はい。これはこれでいいな。はい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 。鍵がついたら、はい。お、勝った。よう勝てたな。マリンディー軍のおかげ？じゃないや。カラグエさんのおかげか。ありがとう。どこへ行くんだろうな。ラワード、こっちか。じゃあ、これは、ここを切って、これは、ここへ残って。殲滅戦チャンス。チャンスですね。この間の、うどんさんの放送で。猫がキーボードに乗っちゃっただけなんだからね。ありがとうございます。はは。40の歩兵。
40は、なかなか置けないんじゃないですかね。まあ、もうちょっと待ちましょうか。これを、戻る。はい。お、要塞レベルが8か。まあいいか。一個一個行きましょう。はい。あ、向こうも潜入してるようですね。しまったー。強行軍。35で落ちなければまあいいや。あ、落ちた。ハッキー。強行軍。どうかなー。占領、はい。はい。どうかなー。だけど、戻る。どうだ。5月28。こうして。いいかな。いいか。やっちゃっていいか。はい。ここの回線が終わり。はい、植民地間攻撃。重商主義1を取りましょう。はい。お、見つかった。あれ？はい。意外と、お、殲滅。ん、トルコ軍弱くないっすか、なんか。1日経たないとなんか。これは、ダーブーク、ここか。いいですね。ダブーク。まあ、強行軍も外しといて。どういうこと？トルコ軍弱くなってる？弱くなってますね。なんでしょうね。どうなってるんですかね。何か理由あるの？なんですかね。なんですかね。次はちょっと見てみましょうか。別に。天命。天命なんかないもんね。トルコに。なんだろうね。敵が 5.6 と 10.0 だから同数で当たると勝負にならない。ほう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 。敷地を見てなかった。さあ、ちょっと。こっち。こっちは？まだ戻ってる最中ですね。ロスケにいじめられたから。ちょっと心が折れてるんでしょうか？はい。行きましょう。はい。ってことは北上している大軍も叩けるのでは？そうですね。ただね、結構ね、ゾックがうざいですよ。まあ、要塞レベル2なんで大したことはないっちゃないんですが。
これは移動してるね。早く合流してほしいな。ダブークに、はい。ここが終わった。はい、オスマン挟んでもしたんかな。ああ、挟んですか。ありかもしんないですね、それは。それはあるかもですよ。それはありそう。まあいいか。破産まであるゲームなの？奥が深い。うん、破産あるんですよ。破産経験者は語りますけど。ダブーク、ダブーク？ダブーク。ここか。三角だよね。三角ですね。あんまりですが。あ、逃げた？逃げたか。経済が許す限りの戦争だからね。ちょっとここへ。そうだった、わら。一度破産しましたね。アイヌでしたか？しましたよ。そうです、アイヌです。破産しちゃいましたよ。人は？こう？こう？なかなか厄介。破産じゃないと説明つかないレベルの弱さ。1550年頃並みの引き出し。難しいなこれ。どうしよう。61だもんな。全軍で叩きたいよなぁ。まあいいか。ここは見逃して。こんな感じでいいかなぁ。どうかなぁ。当たっちゃう？当たっちゃうかな、これ。当たっては欲しくないな。いや。自分目でよしとしよう。さあ、どうする？いいでしょう。左側から軍が来てない？ちょっと待ってくださいね。あ、ここが終わったってことね。はいはいはい。はい。で、ここだ。ここが、まあいいか。とりあえず撃っちゃうか。32分隊いればいいの。
違うな。違う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 。違うぞ。違うぞ違うぞ。こうして、いけない。いけないか。じゃあ、ちょっと置いとこうか。後続来るしな。浴びちゃう。出る分はいないね。はい。よしよし。次は。ここなぁ。まあまあ、待ちますか。その、左側に 3.5 キロ。左側、左、左。あ、これ?これフランスだよね。こっちにいる?こっちにいます?はい。はい。すみません。フランスですね。あ、フランスですね。フランスならいいんだ。こいつが動き出した。これを、こっちへ持ってって、18か。じゃあ、こっち持ってるか。よし。じゃあ、こっちは?動けない。動けない。じゃあ、このままで。この将軍を、これに当てよう。はい。戻った。戻って、ほぼほぼ終わりかな。個別で、またマリンディ普通だな。マリンディ、マリンディ。まだ普通ですか?超広告か。じゃあ、しょうがないな。じゃあ、ここと、ここと、こうもらう感じでどうですか?民が怒っても別にもう怖くないかな。怒っても怖くないかな、もう。モーガン?ん?マリンティだよね。あれ?ブリカスと結んでなかったでしたっけ、あなた。
ここでいいか。あとはお金で。結構ですね。あれ？ん？あ。ちょっと少ないですね。まあいいですか。じゃあこれで、同盟はどうしようかな。あれ？君さ、フリカスと結んでなかった？切られた？見捨てられちゃったか。かわいそうに。じゃあこれで、まず、マリンディを切り出しましょう。はい。素晴らしい。で、ここは、切り崩しだ。あ、ちょっと待ってましたね。足利で奴隷制度を廃止されたため、遠隔地であっても全ての国民が生計を立てるため別の方法を見つける必要がある。そうですよ。奴隷解放じゃあ。私の人々を生かせよう。不明って何ダブル？なんだろう。また家畜かな。笑ってしまうが、不明です。みん、わしを本気で怒らせたようだな。はい、広域会社に割り当てます。これも割り当てます。はい。で、中核化しときます。アフリカ大陸に入植させよう。はい。マリンディも、貿易会社に割り当ての、中核化します。はい。あ、蓋されてしまった。チキショー、やられた、フランス。ここら辺行きたかったのに。よし、これで、これで、待ちましょう。合流を待ちましょう。で、ここは今49。終わった？あ、フランスとの戦い終わりましたかね？終わったみたいですね。どうなりました？あんま変わったように見えないんですけど。フランスさん寛大になんか、あれ？君たち何のために戦ったのって感じだけど。オスマンも戦力的に相当きつそうです。ですね。どうしちゃったのかな。まあいいけどさ。デリーさんも結構疲れてきてないですか？まだもうちょっとですかね。じゃあ待ちましょう。遊んでる？君も遊んでる？あとは？
遊んでる人はいないですか？いないですね。殿、はい、本土から援軍が来るではないですか？アフリカの反対側に行かせてみては？あー、今到着してますね。そうですね。これ、のっけーの、この国が確か、黄金海岸にちょっと行ってみましょうか。象牙海岸か。象牙だ。早くここが終わらないと次のステップに行けないかな。まあいいけど。あ、海鮮名人さん、こんにちは。幕府征伐は順調ですか？順調です。ザンジバル魚になっちゃいました。魚か、あまり美味しくはないな。魚ですか、ザンジバルさん。ここに、ザンジバルにちょっと商人を送り込んでみましょうか。日本からどんなもんなんですかね。どれくらい身入りがあるんでしょうか。オスマンの本気軍が南下してくるんじゃないですかね、そろそろ。シーラカンス輸出ですかね、ザンジバルさん。そうか、その手があったか。さあ、ここは終わってくれたら嬉しいな。あ、できた。19で落ちるかな。ですよね。落ちなかったか。こっちは14か。まだ遠いな。もうちょっと待ちますか。はい、ここら辺も終わったな。じゃあ次、おお、
おー。湧いた。湧いた。いっぱい湧いたぞ。やばいよ、やばいよ、これは。ていうか、早く落として。湧いた。湧いたねー。来たねー。早くしてよ。71で落としてよ。落としてよ。落としてよ。71でお願いしますよ。お願いしますよ。頼みます。お願いします。落としてください。あ、ハラールが割った。お願いします。お願いします。はい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 。ていうか、デカンさん？デカンさん？ちゃんとやってますか？デリーさんといい勝負ですか？ああ、71で落ちなかった。85か、次が。その間にどこまで行くんだ、この軍は。嫌すぎる。どこまで頑張ってます。どこまで行っちゃうんだ？お願いしますよ、もう。アルガー、こっちか。85か。早く落としてほしいな。モーラ。はい。急いでくださいよ。そこ落としにかかったか。はい。はい。まあいいか。デカンさんは2カ国相手にしてるんじゃないですかね。ああ、デリーとシンドですね。それはちょっと大変かも。もうまあ、デカンさん、それぐらい戦えないようじゃ、まずいっすよ。インド統一は遠いですよ。こっちにも来てるな。ていうか、85ならもう落ちるでしょう。ん？はい。ここですね。よいしょ。バイボーンズですね。打ちましょう。はい。で、ちょっとこの 6K は 6K6K ちょっともうちょっと待ちますか。お願いします。あれ？
はい。あ、はいはいはい。よし。お願いします。85、落ちてください。お願いします。よーし。強行じゃー。強行でこれだ。急げ急げ。こっちは合流したかなー。よいしょ。もう2K は。受けます。ちょっとね。先日初めてここの見方が分かりました。40。じゃあ、砲兵全部置いてっちゃって、置いてっちゃって、ここが終わってるな。ここへ集まろう。よし。なーにかな。何かな。よし。不気味だな、こんだけ集まってると。怖い怖い。はい。ここは終わったんだな。よし。よっ。6000か。アフリカ左側はまだ到着してないですか？ちょっと待ってくださいね。見てないですね。まだ、まだ、かな？移動中ですね。これも、ここへ。はい。取り返されたか。早いな。急いでくださーい。急いでくださいよー。40K も来てますよー。
松さん。赤松さん。はい。さあ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 。比率は、そんなに差がないけど、あ、やっぱりすごい減ってますね。士気低いですね。っていうか、うちが高いのか。陸軍の伝統プラス22はでかいんじゃないですか、やっぱ。うん。強い。はい。はい、粉砕。強行軍は切ってもいいかな？よいしょ。ポゼッタに行きましょう。はい。どうかな？1月12日。1月11日。はい、いいでしょう。はい。どうかな？全滅は無理かな？さすがにこの軍は全滅は無理か。もか。はい。どうかな。さすがに無理かな、全滅は。はい、ベンガジ。はい。まあ、こんなもんでしょうか。まとめて。こんにちは。高評価をしときました。ありがとうございます。この分は、こっちへ向かってますね。結構多いな。強行軍、かぶして。地形。おっと？どこへ向かおうというのかね？南に行くのかな？はいはいはい。どうかなこれ。ガザガザ。川。これは。100キロ対決ですね。100キロ対決ですね。決戦ですね。こっちはどっちへ向かってる？
マーディンスライム。こっちか。はい。おっと。病気ですか。どっちもどっちですねー。ちょっとすべての州税補正マイナス10か。まあいいや。きたー。78も来るんだろ、この後。大丈夫か？はい。お！っていうか、歩兵しかいなかった。やったね。全滅です。ちょっとここで待ちましょう。かっこ撃破いけるで。ちょっと待ちましょう。よいしょ。相手の引きは相当低い。いけるいける。いけるいける。気持ちいい。気持ちいい。敵全滅きた。いいですね。オスマンもうボロボロや。この102で動かすのちょっと。鉄砲兵量産してないのかな。あれなんでしょうね。エルサレム。物がないね。エルサレム。よし。鍵がついたら飛び込みましょうか。もうちょっと歩兵が欲しいんだけどな。急いで来てほしいな。多分砲兵作る金がない。そうですね。多分そうなんでしょう。鍵ついた。行きましょう。他はまだですかね。そろそろ、あ、見にくい。ここが震度か。そろそろ、震度 3？ 震度 3？ あ。震度3お邪魔なんで、この辺、デカンさん持ってかない？デカン、デカン。デカン、デカン。デカン、デカン。こことか。しんど、もうしんどい。あ、うかつにも笑ってしまった。しまった。どうでしょう。しんどさん。あれ、デカン望まない。望まないですか。まあ、いいですけど、じゃあ。お。美味しいじゃん。美味しいじゃん。美味しいじゃん。お金もらって、この戦争から出てってもらいましょう。デカン、欲がない。うちの殿とは違う。ひどいなぁ。ひどいなぁ。あれ？どこまで行けんのこれ。結構行けんの？あと2くらい。あ、フルで行ける。おぉ。慈悲の和平。ほほう。ほほう。まあいいか、まあいいか。すごい大金せしめた、わら。美味しいですね。じゃあ、この回線から出てってもらいましょう。
余計送りまーす。はい。しんどさんが出てってくれました。1145ダカットを支払い、このうち、足利は667。すいませんね。すいませんね。しんどさんとはほとんど戦ってないんですけど。お金いただいちゃって。足利で港を一つ抑えてもよかったかも。あー。でもね、点で持ってもね。はい。震度がいなくなったので、ここに来てた不穏な動きをしてたやつは、お帰りいただきました。いいですね。こんにちは。こんにちは。はい。震度さんはこれで、さよならですね。よし。やったぜ。やったぜ。じゃあ、こっちは、サボってる人は、よし。まとめておきましょう。いいね。よし。あと30年ないです。30年ないですね。ないですね。さあ、行け。もう目障りな遠征軍も無視できる。そうですね。さあ、着弾。さあ、どうだ。ポルトガルあたりに赤いのが見える。あ、本当ですね。ちょっと後で見てみましょう。どうかな？いよいよか。どうかな？はい。ショアが終わった。あ、終わりましたか。よかったよかった。じゃあ次の要塞落としに行きましょう。はい。で、これですね。はい。大打撃だね。全滅まではいけなかったと。はい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 。このゲームって信長の野望みたいに時間制限ってありますか？何の時間ですかね？ゲームの終わる時間ってことですかね？30ダカット、いいでしょう。自立、素晴らしい。こっちかな。盾があっても槍がないと勝てない。1821年まで4000人。停戦期間は515年。まあ、いいかな。あるんだ。ちょっと休ませる?ちょっと休ませますか。1にしたいとこだな。まあいいか、4分の1で。これもまたね。こうしてこうしてこうするか。将軍を、よし。
よかよか。船はまだこれだな。これが、まあ、無視してもいいかな。兵員も乗ってないようですね。これは無視しましょう。こっちはまだ、輸送中ですね。できないか。じゃあ到着を待ちましょう。船はいたんでないね。大丈夫だね。よし。よし、時間進めましょう。アデンが落ちた。はい。アデン占領してたのは君。君は、じゃあシフ。オスマンガンガン南に来るかと思ったらそうでもないですね。あんまりかなぁ。はい。あ、ここも独立しましたか。大変。ちょっとあれかな。人防衛みたいな感じですね。そうですね。ちょっと、もうちょっと必要ですね。14。まあいいか。ちょっと超過しますが、集めましょう。トルコは兵が量産できないようですね。あまり湧かないもん。あんまり前に出すぎるのも怖いですよね。ちょっと注視していきましょう、ここは。来るかな？ないからな。大砲がないからな。さあ、どう動くか。来たね。はい。ベリーから和平提案。はい。10%。はい。お金で許してくれよってやつですね。いいでしょう。受けれます。OK です。はい。はい。はい。そうですね。はい。で、
たらちょっとは変わるのかしら。途中ですね。ん？うちの艦隊はどこだ？いますね。うん。こっち見とかないといかんか。どうすんのかな？来るかな？ちょっと我らも超過しちゃうけど。時間さんはお金で良かったのだろうか？少し心配。まあ、いいんじゃないですか。お、上層壁が。マカッサルが。今川が。勝ち馬に乗ってやってきたな。なかなか？134。恐ろしい数になってきたな。おっと、司令官が。赴任先やで。顧問か。黒いダイヤが取れると聞いたもので。イタリアも参戦してくれないですかね。ああ、確かあれでしたよね。陸軍式 10%。 はい、そういえば密偵長プラス3がいない。はい、ついたかな。よいしょ。宝石。あ、そう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 、ここここ。やったー、強襲上陸だー。おお。急いでくださいよ。まあいいか。軍事。軍事ポイントは、プラス90。はい。1は？出ますか。アイディア出ましょう。これも、出ちゃうか？出ちゃうか。出ちゃえ、出ちゃえ。コンプリートー。不要限界プラス 50%！
これでいい感じですね。よし、溢れないぞ、これで。もっと雇えちゃうぞ。これで、マシナさんはこれからやるから、動いた？どっちだ？ハマー、ハマー、シドン。こっちか。こっちに動いてるのか。系は乾燥地帯。この司令官を当てましょう。鍵がついた。ダマスカス落ちた。よし。やめた。全身をやめましたね。じゃあ、どうしようかな。どうしようかな。もうちょっと待ちますか。お、琉球まで来てる。張り切ってますね、皆さん。よし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 。もうちょっと集めた方がいいんだろうな。色塗り部隊が来るとは、なんで中国だと来ないのだろう。本当ですね。謎ですね。顧問がお亡くなり、はい。海軍式、はい。どうかな。仕掛けてこないですね。
出ないと見てるのかな。よし。あれ？まだか。止めて、送って、よい。壊滅。オッケー。で、止まり。隣、うん、持ってません、持ってません、うん、よしよし行きましょう。地へ向かってますね。強襲上陸部隊はどんな感じ？今上陸したかな、まだかな。あ、しましたね。アルガイダをアルカイダに空目した。自分もちょっとそんな感じでした。こんにちは。ここをつなげたいですね、早く。色が似てるから滅ぼしたい。うどんさん理論ですね、それは。これも。あるのかな。全軍こっちの方に向かってますね。ペルシャ方面に向かってますね。うん。じゃあこちらも前線を押し上げますか。ここは荒れ地？荒れ地。はい。はい。そういえばどうなりましたか？モーガンとの戦終わりましたか、ミンシャン？かっこ撃破に方針転換してきましたかね。そうですね。おお、湧いた。ドカッと湧いた。これは。人を落とすふりをしてみては。そうですね。ただ、あれっぽ要塞があるんで、なかなか、いけないですね。これ注意ですね。はい。こんにちは。こんにちは。どうしたもんかな。どうしたもんですかね。あんまり大軍で動かしたくないんだけどな。
あ、そうだ。商人送ったけど。これか。ザンジバルは10ダカット徴収できたのか。まあ、いいか。よいしょ。とはいいかなぁ。本当に魚だったみたいですね、わら。魚なんですよ。はい。能力を得られます。お、強行軍に軍視点を消費しなくなります。ああ、海軍交戦はばき。これもいいな。アフリカの天然資源だし仕方ない。どれも美味しいな。どうしようかな。ちょっと。独立欲求一番高くても24か。それなら別に。強行軍にしとこうか。よし。はい。動いてる？動いてるね。彼らも動いてますね。何も動いてるんだな。よしよし。行きましょう。どうするんだ？どっちだ？アレッポ要塞まで前線を上げては？あ、今上げてますよ。徐々に。恐ろしいな。よいしょ。違う？トルコはこれだけはいているけど、おそらく歩兵ばかりかも。そうですね。
おそらく。これはどうしようかな。木は？オスマン軍の士気上限が回復する前に叩けるだけ叩いた方がいいかも。まあとはいえ突っ込むのもね。地形確認。乾燥地帯か。この人たちは北へ向かってる。うろうろしてますね。森平先輩はシスベシ。うろうろしてますね。なかなかちょっとどうなるんでしょうか。北がテウスっちゃテウスなのかな。湧きすぎでしょ。でも見せてください。バーレーン、結構な兵が集まってきてますね。海岸の州は欲しいね。貿易会社。どうか。なのかな。140とか。どうすんのかな。すごいな、攻めるな。そこを占領しに行くんだ。なかなか攻めますね。
1は、すごいな、大群できてるぞ。今側が強行軍だ。28なら大砲を撃たずに行くか。初犯連合頑張れ、土地がもらえるぞ。あげるって言ったっけかな。はい、おうおう、遠回りだな。こっちに参加した方がいいか。総勢でも、そんなにいないなぁ。リカンさんは向かってるけど、間に合わないだろうなぁ。鍵マークになった。11月27。おー。これはひどい。10倍相手に。あー、さすがに無理か。さすがに無理ですか、これは。敗北したー、全滅したー。そこへ足利軍が登場したが、どうだ。おー、あの58が来る前に決着がつくのか。つかないか？ついた。けど。ついたけど。これは？ヤブリン。強行軍は外す。いいかな、無理かな。こっちは？64。191キロ。やばいような気がしてきた。どうしてくれよ。早かったな。じゃあ、ここへ。
どうするどうする。120か。きちいな。どうするかな。一旦。落ちるまで待つか。64なら落ちるかな？はい。落ちるかな？はい。アレッポが落ちましたね。これでどうするかだなぁ。180か。さすがに2倍はちょっと厳しいかなぁ。デカンさんも来たので東からカッコ撃破で。どうすかねギリか。ギリどうすってところか。じゃあ、前線に30キロぐらいを残して主力を下げます。どうしますかね。こう送る気ですかね。地形。ここの要塞あるけどな、どうなんだろう。一回下げますか。一回下げましょう。ヤッファまで下がってみましょう。で、ちょっと様子見ましょう。で、こっちは、もう
もうすぐ落とせるので、はい。こういった、こっち行きましょうか。問題はこの砲兵ばかりの部隊に突っ込んでこないよね。っていうのがちょっと今の不安材料ですね。エルサレムに入ったか。まだ落ちない。オスマンも結構耐えますね。放っとくか。落とそう、早めに。頼みます。頼みます。ここ。出るけど勝てないじゃん。勝てるけどじゃないよ、負けてるよ。ちょっと大砲の差が大きかったかな。ん？勝った？勝った？ギリ勝った？危なかったな。ちょっとすごい大損害を受けてますけど。じゃあ。ギリギリ。ギリギリでしたね。っていうか、向こうが撤退してくれたって感じですかね。いや、やばいぞ、やばいぞ、これは。結構、やばい雰囲気ですね。引いた。54落ちなかった。こっちは北上してる。よかったな。北上してくれるならありがたいが。ということは歩兵ばかりの編成にはなってないですね。それはそれで嫌ですね。嫌ですね。ちょっとどうなるのかなこれ。3月2日。ぶつかるのかこれ。ぶつからんような気もするが。ちょっちゅ待ちますか。ちょっとわからないので待ちますか。
7日。最後の線が当たる感じかな、これは。こっちは赤羽。赤羽。こっちか。こっちに集中しようか。こっちに集中しようか。集中しよう。うん。これで行きましょう。他は？こっちはこっちでうまくやってくれてんのかしら。3月23、3月17。よし。おっと、これはちょっとこっち、そのコース、そのコース大丈夫か。上は通ってほしくないな。はい、忙しいね。うどんさんも言ってたけど忙しいね。こっちね。今度こそ。お、マイナス2がついちゃってるけど。はい、はい、はい、はい。いけいけ。よし、全滅。よし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 。いいぞいいぞ。あれ、ボウ取り返しに来てるな。これはまたいるなぁ。ファファル。こっちへ向かってるのか。どうしようかなー。
上に行くかし、悩ましい。悩ましい。お、デカンさん62キロ。足並みが難しいな。北へ向かうか。と思ったけど、やっぱりこっちかな。人的は2000ぐらい、下の134キロを叩くのが先では？そうですね。叩ければなんですけどね。終わるかな。あ、取り残されてる24キロが。あれはダメだな。はい。石油が取れるならペルシャ湾沿岸狙うのに、わら。取れないですからね。ん？まあいいや。はい。取り返しに来てますね。まあいいでしょう。お？ん？あ、こっちへ行ってるんだな。戦場の霧の方に行ってるんだな。そうかそうか。あ、はい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 。もう一回潜入してください。潜入潜入。はい。これで丸裸ですね。上に行ってる。追いつかないかな、これは。落ちなかったのかよ。92% になっちゃったじゃん。もう。まあ、しゃあないね。落ち着いていきましょう。てるな。どうかな。デカンさん初班と一緒に半島を北上する形で。足並みがね。揃えばいいんですけどね。向こう行ってるな。ですよね。
つかないな。追いつけないぞ。ようやく落ちたか。おいおい、すごい回り方だな。そろそろマジナさんは出てってくれないかな。ユー、フランスとの同盟切ってくれよ。ダメか。そうか。じゃあお金で決着つけよう。ちょっと出てってくれればこの落ちかけの要塞が助かるわけだな。よし、はい、オッケー。じゃあこの放浪軍まとめて、急いでくれー。上下海岸からだと地中海横断ルートですね。そうですね。そのまま歩いて行ける？行けるんじゃね？モロッコの通報権もらえれば行けそうな。あ、ダメか。ここへ行けばいいのかな。砂漠を歩かせるのは、わら。ここへたどり着ければ、あ、たどり着けそう。でも船に乗っけた方が早いですよね、移動はね。やっぱり船乗っけますか。船乗っけて、こっちとか行けたりしません？いける。いけますね。そっちの方が早いかも。よし。じゃあ、ちょっとこれで。57。もうちょっとかな。バスラに向かうか。要塞あるの？ん？
けないの？あ、ここに要塞があるんだ。はい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 。要塞があるんですね。速攻落としましょう。長いですね、戦争がね。はい、行きましょう。42じゃ落ちないだろうな。ダメかやっぱ。はい。はい、はい、これどんどん値段が上がっていくのは怖いんだけど。ことを余裕する余裕はない、余裕はないぞよ。さあ、落ちなかったんか、落ちなかったのか。はい。アレッポが落ちた。はい。早かったですね。硬すぎ、わら。レベル2なのに。踏ん張るなぁ。よし、ようやく落ちたか。じゃあ、一気に行こうか。どうしようかな。こっちは任せて、そういう分散はちょっとしてほしくないな。どうすっかな。
と、ダマスカスか。さあ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 、トルコ来てますね。来てますよ。っていうか早すぎだな。もう71か、早えな。いやいな。適当なところで終わらしていいのでは？そうですね。別にそんな頑張る戦争でもないですしね。ここらでよしとしますかね。よしとしますか。どれくらいくれるかわかんないけど、講和の条件を見てみるか。マムルークさんをちょっと頑張りすぎたらいかんですよ。あと30年もないんですから。そうですね。ここまでは欲張りはあ。あー、こっち側をマムルークさんにあげる。どうでしょう。もうこんなもんでいいんじゃない？いいんじゃない？問題は、デカンさんが、あ、怒ってもいないなら、あ、お金は一銭も、ビタ一文もいただけない。でも、ナイル川の下流をいただけるなら、これでいいんじゃないですかね。そして、ベンカジから、ここまで。よし、これでいこう。よし、オッケー。素晴らしい。観光地は確保ですから、わら。オッケー、オッケー。じゃあ、帰りましょう。帰りましょう。まとまんない。帰りましょう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 、帰りましょう。皆さん帰りますよ。帰りますよ。どうすればいいか。皆さん、カイロ集合。はい。マムタンをまた危険にして、わら。おお。待ってたかのように。多分すぐ見んしゃません。配着。
よし。はい。数十年後にスエズ運河作るぞ。わら。戦国。はい。はい。かなぁ。はい。大和家。はい。王位継承者、254。まあ、いいかな。はいはい。334。いいんじゃないでしょうか。傭兵ちゃん外して、さよなら。で、半分にして、いや、半分にする必要なかったかなーよ。74。じゃあ、よいしょ。73。うん。さあ、これで。これ、ここへ戻すとか言うと、あ、いいかな？供給限界低めですね、意外とね。さあ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 。はい、撤収です。次のロケは数年後です。次のロケはないかな。ここではないような気がするな。撤収撤収。あ、撤収撤収。撤収ですよ。はい。来た来た。左側から砂漠横断が帰ってきた。帰ってきた帰ってきた。帰ってきましたね。いや、ちょっと待ってね。一回傭兵は、無限にして、よいしょ。意外に早かったじゃないか。早かったですね。あれ？砂漠横断ウルトラクエズ。嬉しくないな。はい。で、へえ、生きて横断できた。これを、肌が真っ黒になってそう。はい。よし。カイロに行きたいか。ひどいクイズや。ここは無理だろうな。こんにちは。ここは無理だけど、せっかく取ったここをな。あ、溢れてる。
溢れてる。溢れてるぞ。トーチが溢れたぞ。トーチ。そう。いいじゃないですか。使い道あるじゃないですか。で、お留守の部隊が、あ、いた。よいしょ。こんにちは、行きたい、切実。すげえ。民家もうボロボロですよ。民をいい感じに分断してますもんね。そうですね。オッケー。はい、取り返してもらいましょう。はい。そう。はい。あ、モンゴルと秦が。民の首都って今どこなのだろう？民の首都ねー。どこだ、ここ。柳さん。にあるようです。はい。おお、農民反乱ならまあいいか。標高が外れてる。はい。これはこっち行こうかな。南京。ここは、結構、入れる。81。OK。大丈夫。よし。はーい。皆さん急いでくださいよ。新しい技術。船か。はい。アフリカに艦隊を残してないですか？アフリカに艦隊残して、艦隊はこっちで見た方がいいのか。艦隊。よっ。お。いや、ないようですね。マカッサル。君たちは何をやってるの？君は何をやってるの？マラッカノードでも保守していて。
まごまとした船が残ってるな。あれ。これは？戦国してますね。あ、高氏殿が見たらどう思うのだろう。どう思うんですかね。植民。してんの。会社に成功。はい。あ、新しい。よし。オッケー。これでステートが増える。ステートが増える。やったぜ。ここら辺の、ステートを、組み込んじゃいましょう。ちょっとポイント貯まるの待とう。全力でやりすぎた。増えると何かいいことあるのですか？あ、本土化できるので収入が増えますね。おお、来たー、久しぶりにキチェが来た。久しぶりに来たなー。いい時間だなー。今日はここまでにしましょう。問題児が、わら。これはどっちが仕掛けたんですか？問題児、わら。え？これはキチェが仕掛けたの？ブリテン君ですか？ん？どっちがどっちを攻めたの、これ。キチェが攻めたの？戦国時代の代わりは遠い。まあいいけどさ。眉毛と戦争するのか。まあね。戦うかお前。ちょっと調子に乗ってないか。いいけどさ。キチェが怒鳴ってますから。キチェですかね。ただいま。メニューの経線中からので見てみたらどっちからかわかるよね。こっちですね。あ、違う。ブリカスがキチェを攻めるんだ。じゃあ、助けてあげないとですね。はい。受け入れましょう。受け入れましょう。受け入れます。受け入れます。ブリカスと植民地が攻めてきた。受け入れます。これぞブリテン。受け入れます。眉毛から救わないとならんな。受け入れます。はい。で、一日経って、
楽しみな戦い。これが最後かな、このゲームの。世界大戦やで。うまみないんだよな、わら。これは世界大戦やで。ああ。これが最後の花火ですね。そうですね。じゃあ最後の花火は次の放送に撮っておきましょう。しんどいイメージしかない。あらららら。ああ、これでも。ちょっとどんな感じですか。結構厳しい。そうですね、マダガスカルも攻められますけども。なんかすでにもうやる気がない子がいますね。眉毛ブスアシカが。やる気がない子がいますね、すでに。マダガスカル攻めなきゃ、使命感。お疲れ様でした。ああ。何が始まるんです？第三次世界大戦だよ。拮抗してる戦いだけど、うちの従属国たちは言ってくれるのかな。そうですね、ちょっとそれが心配だな。内乱で聞かれてる子がいますね。いやー、結構互角ですね。結構互角ですよ。平和が長く続いたから。結構互角ですよ、これは。送っとかないとこれ分かんなくなりそうだな。ブリカスの戦艦は強いからな。やばいですよね。これちょっと送っときましょう。送っときましょう。送っときましょう、ちょっと。1日進めたら分かるかな。もう1日進めますか？はい。送った方がいいですね。はい。その前にインドネシア近辺に植民地があったはず。ここにもいるな。ここの陸地はまあなんとかなるにして、ああ、どうしようどうしよう。こっち側にも来そうだよね。こっち側にも来そうだな、なんか。地中海も守らないといけんですね。そうですよね。いやー、これ結構厳しいんじゃなく、ないでしょうか。眉毛と色かぶってるのが厄介だな。っていうか、すでに回線してますけど。はい。そうですか。相手はブリカス一味だけですね。はい。わかりました。じゃあ、次は、最終決戦は、ブリカスとの決戦ということで。一応国力は圧倒してるんですが、兵力がちょっと怪しい雰囲気ですね。大人のが惜しい。世界大戦なのに。はい。ではまた、ちょっと、いつやるかはわかりませんが。何？このクリスマス感がすごい音楽、笑い。クリスマス、バージョンですかね。あれ？これ？ん？これ？あ、外交官か。はい。では、終わります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらまた、高評価ボタンをよろしくお願いいたします。では、失礼します。